巨大最強ガメワニガメが残念すぎるピエすぎるいきましょうかですカミツキガメ科に分離され北アメリカ南西部の池や沼に生息体長約1.2メートル体重約110キロと小学生くらいの大きさに太った大人ほどの重さがある化け物級の淡水に住む世界最大級のカメです 体は大きく重いため、陸で活動することはとても困難。そのため、基本的に、池や湖の中に潜水して生活をしています。一度の呼吸で1時間近く潜っていることが可能で、呼吸と散乱以外は浮上することはありません。鳥のくちばしのような尖った頭を持ち、食性は肉食。魚類や両生類、哺乳類の死骸まで食えるものは何でも食います。 この食事に特化した顎の噛む力はとても強く、人間の指を余裕で噛みちぎるほどの強さを誇ります。この強い顎を持つため、頭が大きく、頭でっかちすぎて、亀特有の甲羅に身を隠すことはできませんが、生息地に天敵はいなく、甲羅に隠れる必要もないため、防御策に耐える必要はないんです。天敵のいない生息地に救われたと言えます。 この尖った甲羅。何でも食う肉食性。でかすぎる体から恐竜と呼ばれたり、日本の怪獣映画、ガメラのモデルになったことでも有名です。そんなワニガメなんですが、この巨体を持っていて、動くのは楽ではないため、素早い動きはできません。水の底で、甲羅にゴキが入るほど、じっとして動きません。でもそうなると、鉱物の魚を捕まえることができなくなるわけなんです。そのため、ワニガメには、魚を捕まえるための必殺技を持ち合わせています。そのワニガメ特有のユニークスキルが、舌を使った狩りです。ワニガメの舌は、綺麗なピンク色をしていて、口を大きく開けた状態で、 舌を出し、左右にゆっくり揺らします。そうすると、魚たちが、ワニガメの舌をミミズだと勘違いし、ミミズを捕まえようと近づいた魚を、素早く口を閉じ、獲物を捕まえることができるんです。好物な魚を捕まえるための必要な狩りの方法なんです。 そんな割り紙ちゃんなんですが、この必殺技よりミリ図感を出すために、左右に揺らすのが必要で、その失敗と成功を繰り返し、成功率を上げていくのかなって思ったんですね。実践を重ねることで上達するのは何事でもそうだと思うんですが、不思議なことに、実は割り紙の場合、なぜか生まれたばかりの子供の方が狩りの成功率が高く、長年生きている割り紙の方が成功率が減るんですね。経験の少ない子供の方が狩りが上手ってことですね。なんだかとてもこは不思議で、年を追うごとに、魚の摂取量落ちて、草を多く食べるようになるんですって、なんでかなと思いますよね。まあ 年を取ったから健康志向で植物を食うようになったのかなとか長年魚食い続けてきて飽きたのかなとか思ったんですが違うらしく魚を食えなくなった理由はただ年を取ることに下の色が汚くなるから魚取れなくなるんだって <laughs> ただの老いで魚食えなくなりますだから好きで植物作ってるわけではなくもう植物しか食えなくなってしまうんです子供に教える教育者最悪ですよねこうやって取るんだぞという横で子供の方が彼が上手いんだからね生まれたばかりでもうお前に教えることないわ状態なわけです 残念すぎますよね。大人になると、魚が取れなくなるので、食事を腐にすることで、まあ、寿命度が減るのかなって思うんですが、こいつら100年生きるらしいですね。<laughs> <laughs> 何でもいいんですね。食えれば何でもいいんですね。このマリガメ、見た目からかっこいいと評判になり、日本にもペットとして輸入され人気があったのですが、先ほども言った通り、水の底で基本的にじっとしてる亀で、陸を歩く亀とは違くて、面白みがないということで、飼い始めておいて、途中で飽き、日本の野生化に勝手に捨てるとんでもないゴミ人間がいたことから、日本の野生化でもたまに目撃され問題になっています。ガメラが出たという通報が、ちょくちょくあります。今後遭遇するかもしれませんが、マリガメは基本的に凶暴ではなくて、攻撃しない限り噛み付いてくることはないので、見つけても近づかないようにしましょう。 まあ触ってもいいですけどね、手がなくなるだけなのでそこは注意しましょうえ以上、年を取るたびに下の色が合わせ、物の魚を捕まえることができなくなる淡水最大級のカメ、ワニガメでした